歌います。今日もノンストップでいくよ。上野初の夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。津軽海峡群雄げ皆様、本日は長い間16時からお集まりいただきまして大変ありがとうございます。今宵はこちらの放送で最後となっております。皆様、ペンライトを振って最後までごゆるりとお楽しみください。ご覧あれが多阿比岬北の外れと、見知らぬ人が指をさす、息で曇る窓のガラス吹いてみたけど、遥かに霞み見えるだけ。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する、泣けとばかりに。津軽海峡群雄景色。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する、泣けとばかりに。津軽海峡